直樹、ポジティブに頑張れよ。せや、あんたは天才だから、もうちょっとだけ頭使っていけよ。隼人、あとは任した。7割、8割が本当しんどいことで、2割、3割の喜びっていうか、充実感というか、しかなかったですけど、まあ、その少しのね、2割、3割をずっと追い続け、そんな野球人生だったですね。スポーツの選手がいつも子供の手本でなきゃダメ。子供たちが見て正しいと思ってくれる道しかスポーツの選手はね、歩いちゃダメなんです。まあ恩返しじゃないですけど、まあ多少帰ってきたことによって喜んでくれる人がいるんであればね、それはそれで僕の中ではすごく満足できることだと思います。